こんにちは。今回は麻布台ヒルズについて見ていきたいと思います。麻布台ヒルズは東京都港区麻布台、虎ノ門、六本木にまたがる大型の再開発プロジェクトです。東京メトロ六本木一丁目駅と神谷町駅に直結します。両駅間にまたがる東西700メートルの連絡通路が敷かれ、回遊性の高い街並みが生まれます。区域面積は約 8.1 ヘクタール、敷地面積は約6万3900平方メートル、延び床面積は約86万1500平方メートルです。コンセプトは緑に包まれ、人と人とをつなぐ広場のような街です。広大な中央広場を街の中心に据え、オフィス、住宅、ホテル、インターナショナルスクール、商業施設、文化施設など多様な都市機能を高度に融合させました。麻布台ヒルズは都市の中の都市、コンパクトシティであり、これまでのヒルズで培った全てを注ぎ込んだヒルズの未来系でもあります。30年の歳月をかけて取り組んできた都市再生事業が2019年8月に始動し、2023年秋に新たな街として都市の真ん中に誕生します。麻布台ヒルズは、麻布台ヒルズ森 JP タワー、麻布台ヒルズレジデンス A、麻布台ヒルズレジデンス B、麻布台ヒルズガーデンプラザに分かれています。麻布台ヒルズ森 JP タワーの高さは325メートル、地上64階、地下5階建て、敷地面積2万4000平方メートル、延び床面積は46万平方メートルです。高さ300メートルのアベノハルカスを抜き、日本一の超高層ビルになります。低層部に商業施設、中層部にオフィス、最上部には近年超富裕層向けの住空間で注目されるホテルブランデッドレジデンスとしてアマンレジデンス東京が入ります。完成時には居住フロアとしては高さ日本一になります。最上階1500平方メートルのペントハウスは約300億円するのではないかという話もあり、日本初の3桁億円のマンションが誕生します。また都心最大規模のインターナショナルスクール、ブリティッシュスクールイン東京も併設されます。麻布台ヒルズレジデンス A は高さ237メートル、地上53階、地下5階、敷地面積1万6000平方メートル、延べ床面積は16万8000平方メートルで、日本で2番目に高いタワーマンションとなります。低層部にはアマンの姉妹ブランド、ジャヌの客室数122室のホテルが誕生します。通常のラグジュアリーホテルよりもスイートルームの割合を多くした客室構成が特徴のホテルには、国内最大規模となる約3500平方メートルのスパや、多様なシーンで利用可能な6つのレストランやカフェ、バーなどが設置されます。プール付きの住宅や2層吹き抜けのリビングを持つ住宅も用意しており、ホテルと連携したサービスも利用可能となります。麻布台ヒルズレジデンス B は高さ262メートル、地上64階、地下5階、敷地面積9600平方メートル、延べ床面積は18万5000平方メートルで、日本一の高いタワーマンションになります。3階から5階にオフィス、6階から64階に970もの住居が入ります。マンションの共用施設としてジム、シアター、キッズルーム、飲食ラウンジ、スタディールーム、パーティーラウンジ、ゲストルーム、バーベキューテラスなどを用意しています。流線的な外見が特徴の麻布台ヒルズガーデンプラザは、3階から8階建ての建物4棟から構成されています。 JP タワーとガーデンプラザの間に面積約6000平方メートルの中央広場が設置されます。中央広場の地下には約4000平方メートルの大規模なフードマーケットが誕生します。
厳選された食材が並び、東京の豊かな食文化に触れられるとともに、美味しく健康的なライフスタイルの提案を通じて、世界有数の食体験を提供します。同じく地下には、2022年8月31日に、お台場の再開発のため閉館したデジタルアートで有名なチームラボボーダレスがお台場から移転してくる予定です。新施設では境界のない一つの世界の中でさまよい、探索し、発見するというコンセプトがさらに進化し、驚きのデジタルアートが登場するとのことです。街全体をミュージアムとするというコンセプトのもと、オフィスやホテルのロビー、広場などのあらゆる場所にアートを展開し、芸術や文化が一体となった街を作り出します。開業は2023年秋の予定です。ということで、今回は麻布台ヒルズの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。